慌て。あ、悪いな。あ、うん、いや、あっち、わあ、終電なくなったからって男の人あげちゃったけど大丈夫かな。まあでもなんか大学の後輩で、まあ、今日知り合ったばっかだけど、まあ、悪い子じゃなさそうだからまあまあ大丈夫か。なんか結構綺麗な部屋に住んでんな。ああ、そうね、まあまあ一応、うん、片付けたりはしたけど、うん、なんか見かけによらず綺麗好きなんだな、おめえって。面白いじゃん。え、何この子。え、なんか喋り方とかすっごい癖ある。髪型もすごい癖あるし。あ、いつもああいう大学の飲み会とか行ってんのか。あー、いや、いつもじゃないけど、まあ、今日はなんかね、まあ、新入生歓迎会みたいな感じだったから。あー、あ、そうだったそうだったおめえさ、あ、ちょっとやめてやめてやめて。え、びっくりした今。おめえ酒結構強えんだな。あ、あー、まあそうね、まあ結構好きかも。あ、激しい、あ、すっごい激しい、動きが全部激しい。あ、ごめん、名前なんだったっけ。こう太郎くん。ああ、俺はこう太郎。あ、こう太郎くんか。おいや、名前は、うん、主人こう太郎。あ、変わった名前。あ、主人こう太郎くん。なっあ、なんかすっごい大丈夫。うん、あ、主人こう太郎くんって言うんだ。主人公って名前に入ってる。みんなからは孝太郎って呼ばれてるけどな。あ、じゃあ私も孝太郎くんって呼ぶね、うん、勝手にしろっつうな。あ、ちょっと静かにして。あ、すっごい、あ、主人公がしそうな寝方だ。あー、はあ、それにしてもみんな楽しそうだったな。そうね、なんかすごいこっから大学生活始まるから、孝太郎くんも楽しみなんじゃない？ああ、俺はずっとワクワクしてるわ、この大学に入ってから。すごい主人公だ。お、なんか、おいらはな、夢があんだ。夢？ああ、この大学に入って叶えたい夢があんだ。あ、そうなんだ。どんな夢？カレッジキングになる。何？カレッジキング？ああ、聞いたことねえか、カレッジキング。あ、私カレッジキング聞いたことない。何それ。そうか、じゃあおらんとこの村だけのかな。村から来たんだ。孝太郎くん村出身なんだ。へえ、あ、そうなんだ。え、今どこに住んでんの？一人暮らし？ああ、おらに帰る場所なんかねえや。え？ちっちゃい頃に父ちゃんと母ちゃんいなくなってずっと一人で生きてきたから。あ、そうだったんだ。ま、でもそれはそれで楽しかったけどな。なそっか、なんか大変だったんだね。ああ、すごい、よく大学まで入れたね。ああ、まあなんか言われた通りやったら入れた。あ、すごいね。うん、カレッジキングってのを目指してるんだ。そう、カレッジキング。びっくりした。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと、あ、もうちょっと待って。なあ、ちょっとし、一緒にサークル作らねえか。サークル？うん、なんの？カレッジキングサークル。カレッジキングサークル。あの、私、おめえもさ、うん、マネージャーやってくんねえかな。いや、私カレッジキングが全く何か分かってないからさ、ちょっと一旦その説明だけお願いしてもらえ、お願いできる？あ、まあ簡単に言ったら大学の王ってかな。あ、なんかあれか、ミスター慶応みたいなことか。ミスター慶応？うん、そいつ強えのか。あ、いや、それ知らないんだ。え、本当に悟空が言いそうなこと言うんだ。はあ。
でもさ、うん、いつか見てみてんだ、カレッジキングになった時の空を。カレッジキングになった時の空を見たい。うん、あ、いや私その基準が分かんないから、カレッジキングになるための。ああ、まあ別におめえは分かんなくても大丈夫だ、俺が引っ張っててやっからよ。あ、なんか私もう仲間入ったんだ。あ、でもうん、頑張ってね。うん、あと仲間10人か。チーム戦なんだ。そう、そうなんだ。ちょっとあんまドタバタしないで、もう夜遅いから、ちょっとやめて。あー、すっごい嫌だ、私のベッドで、私のベッドで嫌だ、もう。あ、いやだやだやだ、え、コウタロウくん、なんだ、あんまり私のベッドの上で股間まさぐらないで。はぁ、おめえもしかして女か。ずっと気づいてなかったの。うん、私女よ。初めて見たわ、女を。うん、珍しい。え、大学生まで、え、女性見たことなかったの。お、女って、へぇ、はぁ、こんなんなんだ。近い、コウタロウくん、あんまりその距離近づきすぎない方がいい。うん、その鼻の下擦るのやめて。なくす、よし、じゃあそろそろ寝っか。あ、うん、あの明日朝起きたらもう全然自由にしてもらっていいから、全然私を起こさないでもう学校行ってもらっていいからね。うん、ああ、俺の後についてきたらいいもん見せてやっからよ。あ、楽しみにしとけや。ああ、うん、なんかよくわかんないけど、うん、じゃあよし、じゃあ寝るか。うん、適当に寝て。で、消そう。うん、私の家の電気の場所を完全に把握してる。え、怖っ、怖っ。はあ、てっぺんの方そんな短かったんだ。え、あ、え、それトゲ外しできたの、それ。え、ウィッグみたいなこと。え、これ気持ち悪い、これ、これな、え、あ、気持ち悪い、角刈りだったんだ。なんでこれつけてたんだろう。うわー、うわー、私のベッドの上で寝てる。なんで入れちゃったんだろう、この子。まあ、いっか、私も寝よう。あ、ちょっと、はあ、え、泣いてる。あ、大丈夫かな。え、どうしたんだろう。母ちゃん、父ちゃん、そっか、幼い頃に別れちゃったんだもんね。絶対カレッジキングになってまた一緒に暮らしてやら。カレッジキングになったら一緒に暮らせるかも。わかんない。え、カレッジキングになったら一緒に暮らせんの。全然わかんない。光の差す方に歩けばきっと黄金のわしが眠る。黄金のわし、岩が、え、黄金のわしが眠る岩がある。え、え、わしの中に、え、じゃあ岩の中に黄金のわしがいる。
え、全然わかんないその黄金のワシ。夢見てんのかな。あ、小太郎くん、小太郎くん大丈夫、小太郎くん大丈夫、小太郎くん、小太郎くん、やめろ、小太郎くん大丈夫、やめろ、小太郎くん、小太郎くん、大丈夫、ちょっと小太郎くん、小太郎くん、やめろ、ちょっとうるさいかも、ちょっとうるさい、やめろ、うるさい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 、サイバー、サイバーファーザーはもういないって言っただろ、コタロくん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 、大丈夫、サイバーファーザー、サイバーファーザー、大丈夫、すっごいうなされてたけど、カレッジ、いやもうカレッジキングはもう分かんない、カレッジ、それ多分カレッジグランドファーザー、カレッジグランドファーザーは、え、確かにいるはずなんだ、大学のおじいちゃん、え、その、わかんないですよ。大学のおじいちゃん？一番偉い理事長？ああ、ごめん。あ、いや。起こしちまったかな？うん。ずっと起きてた。うん。ずっと起きてた。大丈夫。すっごいうなされてたけど。サイバーファーザーとか、カレッジグランドファーザー。ああ。聞いたことあるんだ。大学にはとんでもなく偉いおじいちゃんがいるって、それ多分理事長とかのことかな、あ、いるのか、うん、そいつに会いて、あ、そうなんだ、あ、いろいろ聞いて、ああ忘れてくれ、悪いな、うん、私も忘れたい、先に寝てくれ、うん、大丈夫、全然適当に寝て、うん、明日起きたらもう学校行っていいから、うん、ちょっともう、ああ暑苦しい、なんか宮田もう疲れる、カレッジグランドファーザー、あ、うるさい、もうずっとうるさい、もうカレッジグランドファーザー、あ、じゃあ、ね、寝るね、うん、おやすみ、はい、ああうるさい、コウタロウくん今何しようとしたの、今悪い、ちょっと母ちゃん思い出しちゃって、失礼な、え、失礼よ、え、ね、私を見て母ちゃんを思い出しちゃって、失礼ね、本当に触ろうとしてたよね、今そんなつもりでうちに泊めてないんだけど、そんなつもりってなんだよ、なんだよそんなつもりって、いや今触ろうとしてたからやめて、母ちゃんのぬくもりを思い出して、だから失礼だって、それ私まだ大学生だからね、そっか、うん、忘れてくれ、もう寝てくれ、悪い、何度も何度も、いやもうそれ寝ようとしてたのよ、ちょっとやめて、その飛び込むのやめて、もう下の人に迷惑だから、もう気持ち悪い、このウィッグ、ああ明日も大学か、え、羊が1匹、羊が100匹、羊が200匹、うるさい、羊が300匹、ああもう静かにしてほしい、羊が400匹、ああもううるさい、羊が500匹、羊が600匹、なんで
で尺単位で増えてくの、まず。いや、ないや。声出してたら寝れないって。それ声出さないのよ普通。あー寝た、あー寝た、よかったよかった。もうちょっとこれでようやく落ち着いて寝れる。これそれにしてもうるさいね、あの人。もう何なの光太郎くんって。もう、あ、やばい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 、またうなされてる。でも大学は渡さねえ。大学は渡さねえ。いやまだ全然光太郎くんのものでも何でもないの、ね、まだ1年生なんだからさ。いや光太郎くん、やめろ。だ大丈夫、カレッジキングは俺らの代になる。それ ないのよ、もうそんなの。カレッジキングなんて、カレッジグランドファーザーはどこにいるんだ。じゃ どっかいるよ。理事長の、え、どっかなんかいあるんじゃない、そういう部屋が。小太郎くん、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 大丈夫、小太郎くん、小太郎くん、おい、うん、やめろ。どうしたの、え、どうしたの。今だけは眠ってろ。何、どうしたの、何、何、右手どうしたの、小太郎くん。それ何、どうしたの。今は先輩の家だから。ちょ、なんか そういう、え、それなんかあるの、そういう。つけた、え、つけた、え、小太郎くん、小太郎くん、なんでそれつけたのね、小太郎くん。あ、小太郎くん、大丈夫、小太郎くん、ね、小太郎くん、ちょっとだけ、うん、え、トイレ借りますね先輩。大丈夫小太郎くん、ちょっと、え、ちょっと待って、ちょっと小太郎くん、あ、ちょ、え、ちょ、え、小太郎くん、カレッジキングは、え、渡さねえ。わあ、最悪、うるさい。ちょっと、もう静かにしてほしい。もううるさい。小太郎くん、大丈夫、トイレットペーパー切れてたんですけど、ちょ、これでいいですか。どうぞ、巻き合わし、ちょ、帰って、え、まだ2時です。うん、そうだけど、うん、そうだけど、もう無理、帰って。イルカのウルフは元気にしてるかな。イルカのウルフ、次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。